はい、でも今日ペイちゃんです。さあ、こういうことやっていきましょうということで、今回ですけども、あと2分でですね、金色アイテム確定無料ガチャが実装されます。いや、マジでね、個人的にこのイベントめっちゃ期待してて、まあ、っていうのも、まあ、一人ね、一回は最低でも引けるんですけど、このイベントをね、まあ、Twitter だったり LINE とかにシェアをして、まあ、チームを組むことによってですね、最大でなんと3回まで、無料でね、金色確定ガチャを引けるということで、まあ、今回は、ま、そのガチャを引いていくんですけど、まあ、プラス、そのね、シェアをして、チームを組んで3回引くとこまでね、今回やっていこうかなと思います。いや、だってさ、1人3回マックス引けるのに、1回で終わらせちゃうのもったいないでしょ。なんで、まあ、一応そこまでね、今回、レクチャーしながらね、やっていこうかなと思います。ということで、あと1分弱ですね。いや、めっちゃドキドキしてきた。さあ、ということでね、実装されましたんで、開放していきましょう、こちらのイベント。ポン!お!え?あ、もう出る?あ、もう出るんだ、これ。開放を通すと、とりあえず1個目が出る感じね。81式。え、めっちゃいくね、これ。金銃出んの、これ。で、これを、シェアして、いきます。今回は、まあ、Twitter にシェアしよっかな。で、ちょっと文字が見えないんですけど、多分文字が入ってるんで、これをツイートしていくと。で、ツイートして、まあ、同じね、チームに入ってもらえると、ガチャ回数が、増えて、最大でね、1人3回まで引けると。まあ、今1回引いてるんで、あと2回ね、お、1人入ってくれた、マジ感謝。あと1人、あと1人誰か入ってくれたら、お、来た!オッケー、ありがとうございます。はい、ということでね、いよいよ引いていきますか。1個目、ポン!リュック、パンダ、出撃1。なるほど。こういうのも出るんだね。あれ?これって交換限定とかじゃなかったっけ?あ、こういうのも出るんだ。いきます !3 個目頼む!来い!おー!ドラゴンブラッド!え?めっちゃ金銃出るじゃん。え?紙イベントじゃない?これ。え?これ控えめに言って、超紙イベントな気がするんだけど。だってこれ無料だよ、無料。課金額とか関係なしに無料でこれ、もらえんの?えぐっ。えぐいな。ちょっとグローバルの方のアカウントでも引いてみようか、これ。はい、ということで、こちらでもね、端末制限があるんで、今回スマホの方でね、ちょっとやっていきます。これで開放すると出てくるよね。お願いします。なんかいいの来て、来い!おーと一緒じゃね?これ。あれ?これ、iPad の方でもこれ出なかったっけ?まあ、同じくちょっと今回もね、シェアしていきましょう、これね。はい。で、これを、シェアしていきます。ツイート、OK。で、これで、チームにね、入ってもらえれば、またこちらでも、合計3回引けるんでね、ちょっと待ちたいなと思います。ちょっと待ってる間暇なんで、ボーナスの中身、ちょっと見ていこっか。一応ね、これ5を押して、右上のボーナス一覧を押すと、中身をね、見ることができます。結構車入ってるね、これね。車当たった人結構いるんじゃない?ええー、すごい衣装でしょ?銃の数やば。え、てかさ、交換限定の銃結構入ってる気がする。この青いさ、16とか俺交換したもん。ええー、めっちゃ豪華。まあちゃんとね、守り神の、荒野の守り神で有名なね、ちゃんとパンダちゃんも入ってるし。あ、待って、え、1人やってくれてる。マジ嬉しい。え、あと1人。あと1人誰か。チームに入ってくんないかな。あと1人入ってくれたら3回引ける。お、生きてる。マジか。ありがとうございます。さあ、じゃあ早速ね、こっちの方でも引いていきますか。いきます。来い。おわ、スケートボーディングか。まあ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 、3個目に期待だね。これ、車欲しいな。お願いします。来い。おわははは。なんか、セットみたいな感じで当たったな。まあまあでもこれ無料だからいいよね。で、ちゃんと受け取ったら、報酬重量でね、これを押さないと、ちゃんと手に入んないんで、ここまで忘れずにね、皆さんちゃんとやってください。いや、でもありがてえな。無料でこんなに当たるんでしょう。ガチ神イベじゃん。過去最強に神イベな気がすんだけど。やばいな、これ。はい。ということで、皆さんは何当たりました?これ。自慢でもいいんで、ぜひよかったらコメント欄の方で。
教えてください。結構車とか当たった人もいるんじゃないかな。まあね、多分もうみんなやってるかもしんないんですけど、まだやってない人とかいたら、ぜひ忘れずに、このイベントマジで熱いんで、絶対やった方が、いいと思います。はい、ということで、今回はね、ちょっとこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。何当たったか教えてねー。